おお。バット振ったからかもマジで。この練習器具、ベスコンスイングバット。この左足の前でこう鳴らす。どう？オーバースイング本当なくなるかもこれ。でめっちゃ綺麗。これ振っただけなのに。肩ですね。頑張って。筋肉痛に負けない。やば。これやばい。ありそう。超えてますね。あるね。ダメですね。今日はマリーちゃんの回なんで。おお、ナイスショー。あ、でも大丈夫。ナイス。おお、超えてるね。ありがとうございます。オッケー。オッケー。うまいですね。このホールは。あ、右行け。いや、でも。行けより全然手前だよね。私もマリンちゃんを真似して9番で打ちます。弱い、全然弱そう。あ、乗った。お、乗った気がするね。どうかな。2段グリーンです。難しそう。とりあえずこれはね、どうしようね。これどうしよう。 8.5 だから止まるとは思うけど。惜しい。オッケーです。まっすぐだったね。まっすぐですね。まっすぐでした。難しかった。じゃあちょっとお時間があるんで、はい、今日の2人のウェアのコーディネートを紹介したいと思います。はい、わかりました。はい、じゃあマリンちゃんから。はい。はい、私は今日はジャックバニー。です。テーマは。
マリン。またマリンになっちゃいました。はい、ネイビーコーデ。ネイビーが大好きで、ついつい選んじゃう。可愛い。後ろは？後ろは。あ、シンプル。何も書いてないです。はい、シンプルめです。はい。はい。はい。じゃあは。私はですね、ちょっとオールブラックなコーデでコーディネートにいたしました。素敵。ありがとうございます。スカートとポロシャツはミラーナインって言って、お友達がやってるゴルフウェアです。普通のアパレルやってるんだけど、去年ぐらいからゴルフウェアも始めてで着ております。後ろも可愛い。ミラーナイン。はい、キャップはこれゴルフ用じゃないんですけど、フィレスって書いてあるんですけど、元サッカー選手の方がやってるアパレルですね。っていうブラックコーデです、はい、やっぱみんな結構こう、あ、どんな、そう気になるみたいで、あ、そうなんだ、そう、ちょっとね、今日は時間があるからやってみました。ありがとうございます。はい、じゃあ打ちますか。そうですね、はい、はい、ここは194ヤード、パー5。これスレスレを狙っていこうかな。はい、ありがとうございます。よかった、早く打ってました。すごいよね、45度ぐらいこう傾いてますよすごい傾斜だった。危ない。まあ、OK です。残りまだ190あるんで、左足下がりだから失敗しました。7番ウッドで打ったらよかったかな。ここ長いです。前行きます。はい、今日なんかあれですね、珍しいですね、やっぱバキバキっす。腕とこの辺が筋肉痛なんで相当手が伸びないですよ、筋トレの後って。昨日やったんですか。一昨日。あ、ボクシング、お、全身使いますね。そう、痛いっす。53ヤードアプローチです。
やばい、鳥になっちゃう。動作もダメだわ、うんね、そうだよね、うまくこう連動しないんだろうね、体がね。そうかも。そのうちね、きっと慣れてくると思うから頑張っていきたいと思います。やっぱね、男性は多いと思うけど、それしてる人ゴルフの前日やると本当にやばいよね。秋だけですね、うん、なんかやっぱ毎回思うけど、レディースティーにしてはありますね、うん、はい、勝負。強い球パーンってパーンってね、パーンってちょっと何番？9番で、9番でパーンです。できるかな、それ上がるな絶対。上がります。どうしよう。いや7番でハーフぐらいとかでもいいよ。なるほど、そうします。うん、音はどんな感じですか？7番で 7番はポンってします。7番でポン。早くなるとダフるから、はい、気をつけて。ゆっくりめに。うん。やってみます。あれ？あ、出てきた。出てきた。もっと勘だった。前で後ろか。ね、かぶせんのよ。おおっと、巧みな話をしてる。上がいや、素振りで上がるなと思った7番。でも、うん、刻んでもね、こういうところからだから。刻んだと思って。うん。
イス。